けで本日ファミセンのコーナーでご紹介させていただくゲームなんですけれども、任天堂さんから配信中の任天堂 3DS ダウンロードソフト生き物づくりクリエイトーイーというゲームだそうなんですが、先週ね、あの指令書に書いてあって、生き物を作るゲームですよってあって、そういうの不思議なの作るの得意じゃないですかって言われて、あのすごく私的には完璧なシーサーを作っていたので、すごくなんか腑に落ちない点もあったんですが、ちょっと作り方がいまいちちょっとまだピンときてないんですよ。一体どういう風にゲームで作るのかっていうのがわからないので、今日は先生をお招きしております。今回やっていただくのはみよちゃん先生です。よろしくお願いいたします。それではすまないください。みよちゃん先生お願いします。はい、もう走れた状態ですけど、はい、ですね、クニャペという謎の不思議な生物を作るんですけど、クニャペ、うん、で実際に作ってみましょう。はい、クニャペを作るそう、うん、んですけど、まあ、あと構成しなきゃいけないのが、うん、体だけじゃなくて目と口と足みたいな感じですね。もう目ありますよ。あ、目音目みたいな、目音目にしてキャー、ちょっと出んじゃよ。口も、シーサーみたいだよ、うちの。違いますよ、何言ってんですか。本当ですか。一緒にしといてください。いや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 、ちょっと似てますよ。いや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 、このまま終わりとかにすると、うん、あ、命が、はい、吹き込まれて、すごい歩いていく。いや、ちょっと動き方がちょっと完全になんかあの怪しい感じで動いてる。駆除されるような動きだったけど大丈夫。大丈夫です。本当ですか。問題ないです。名前つけて。名前を、じゃあ私がつけようかな。はい、うん、じゃあ見よう。え、ちょっと待って。ミンゴミンゴミヨンミヨンミヨン、けて、あ、きた、記号があった。ミヨン音符、楽しげミヨン、いきます。はい、クニャペを作るね。クニャペをクリエイトーイします。えい、クニャペを作る。じゃあまず顔からパーツね。ほら、なんかちょっと可愛くない？うん。あ、なんかいい感じ。じゃないかな今回。意外とガチで作っちゃいました。大丈夫。じゃあ私の分身っていう意味も込めて、みうん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 、みうんごごガギグゲごみんご、あ、違うよ、みんこ、みんこ、あれみんこ、それ知ってる。違うみんあんまつぶやかないやつだ。あった、こっちだ。みんごしゅミンゴシュ、どう？ちっちゃいからね。ミンゴシュ、ちっちゃいじゃん。ミンゴシュ、けて。語尾ミンゴシュってなんて言うんだろう。ミンゴシュは、うほ、ば、適当にやってみよう。ネジ巻きついてるからこれかな。ロボットかも。じゃあミンゴシュはロボットで見張り。開けて。
なお散歩にします、みはり。それではレッツゴー、みはり。お、じゃあゾウさんのお願いに答えたいと思います。はいはい、ゾウさん、これをひよこ川まで届けてほしい。ぴょん、頑張ります、みはり。どっち行くのかな。これがそのこっち。そうです、マーク入れるところ、プレゼントマーク。やめない、やめない、やめない。いくよ。じゃあこっちに、はい、こっちに行けばいいんだね。そうです。おお、海の中も泳げる、すごいな。草ができた、自由にいじれるみたい、みはり。ウエストのことは忘れちゃうけど、今すぐいじる？いじらないで。じゃあみはりはいい子だから、しょうがない。あとでやるね、じゃあ。はい。おへぇー。あー、届いた！嬉しい！お散歩クエスト完了。パオーンパックがカタログに増えたよ。さらに、300コインゲット、やったー！こんにちは。こんにちは。ルレット100千コインやるって思ってない。できない。で遊ぶわけですね。結構いろんなところに行けたりするんですか。だんだん増えていきますし、うん、あとそうやってクエストを重ねるとパーツが増えて、また作れる国が増えます。バリエーションが増える。すごいすごい。はい、というわけでうちのミンゴシュさんを皆様にご紹介することができました。はい、というわけで本日ご紹介したゲームはこのミンゴシュさんが作れる、生き物作りクリエイトイというゲームでございました。ぜひ皆さんもダウンロードしてみてください。どうもでした。